前受けは1番稲毛智也、後ろ攻めから上がる6番飯島勇樹、123機並んできまして赤番刑事を過ぎました。抑えに来る6番飯島に対して1番の稲毛智也突っ張りますが、6番飯島は 2,3 番手外、今とどまる格好です。北日本勢はこれで4番手、少し内かぶり、小松孝之切り抜けながらで中段キープ、残り1周半。稲毛の突っ張りで四国勢はまた戻りました。ジャンスギロ2センターで小松は単独4番手、隊列変わっていません。1列棒上スローペースで1番稲毛逃げますが、6番飯島が2度目の反撃、最終周回に向かいました。力比べは1番稲毛智也が制して、野本は今度は4番手割り込む格好になりました。もう一度四国勢が内外からの攻勢ですが、7番隅が遅れている。先頭は近畿勢2人、1番の稲毛智也から2番手5番真田明、200を切った。3番手は2番小松孝之にマークの形から3番野本翔太、3番手から前に迫ろうとしているが、先頭は近畿勢、1番の稲毛智也、後ろから5番真田明、稲毛智也か降臨、最後は並びました。1番稲毛智也と5番真田明。